第三形態ぐらいまであんのかな。あれあ、なんか出すどういう姿それ。青い血吐いてるやん。死んでない。それが神なのか。目が顔色悪いぞ。ようそのサイズの服あったな。体拘束されてない。見よ、これがエルゴだ。素晴らしいだろう。いやでもお前の姿は。Is it not magnificent?不滅の存在であり、嘘のない世界を開く鍵となるものなのだ。真の進化の扉を開く鍵。大丈夫か？お前その瞬間に立ち会えなさそうやぞ。早口で。スキャットマンな？サイモン・マネス。エルゴは神すら超える存在である私、シモン・マヌスのからの贈り物。何その武器何右手に、うわー何それ。向かって右側、え、ちゃうな。クソ攻撃伸びるやん。あれ意外と懐安全。これ第三形態あるな。さすがに、さすがに第三まではないか。ノース筋。意外と神様はノース筋なのかもしれない。よう分からんな。なんすかそれ。ちょっと分かんないっす。いやータイミングがつかめんな。シュンシュン。あーまあそうだな。張り付いてたら意外と安全。安全ではない、安全でもないか。いやーここで回復4回もしてるようじゃあかんよな。何それ何それ。ちょっと、とりあえずこいつマヌスは人間でええんか。くそ。いやー絶対絶対これで終わらんかな。これで終わらんかな。この拍子抜けで終わってくれんかな。This is evolution. This is evolution. わかりやすい英語や。Behold, この儚い体を捨て去る様を見るがいい。真の神の力を手に入れる姿を見せてやる。どうなってんだよ。神様はムキムキや。真の神の力を手に入れる姿を見せてやる。タイラント見て。あれなんか人の形してる。え、ソフィアみたいなことか。違うよな。
あ、ゼウスや。なんやこれ。え？とりあえずその、ニコロビンおる？もしかして神の力ってニコロビンか。なるほど。邪魔しようよな。なんかそれ今のうちにピノキオ邪魔せん。E.T. 友達。そんな感じで力もらえるんや。それその武器下ろせよ。いつまで持ってんねん。さーてと。なんか飛んできたんですけど。嘘やん。ラスボスが崩壊してくんの。きったね。まだあれやな、遅い分さっきのやつよりマシや。いやこれもう一段階やるやろ。うーわ、あの体力どんだけあんの。うーわ、まだあんのか。うわあ、いやー、え、それ分からんて。見えへんて。逃げた方が良さそう。うわ、むっちゃ追いかけてくる。ちょっとマジかよ。なんでラスボスが蓄積一発死の攻撃してくんだよ。何それ。ん、なんやそれ。な、うっそやん。いやー、でもあれやな。何それ。は？頭おかしいやろ。いやー、それはあかんて。え？何されたん？モーションわからんかったって。え？何があったん？やっべ、なんでそんな今のタイミングで。くっそ、くっそ、余計なことした。いや、ないんかな、第三。第2までならいけるぞ。あー、惜しかった。パペットスリングやるんじゃなかった。マジでもったいないことした。あー、回ってたら避けれんの。これ多分スリップダメージで終わるな。回復2個までならまあ。いや、見えへんって。マジかよ。
イミング悪っす。うそ、そんなことしてくる。あかん、終わった。あかん、今回出だしが悪すぎる。いや、もらいすぎ。あかん、あかん、あかん、あかん。これあと左腕変えた方がええか。うぃー、何それ。ああ安田が全然できてない。あかんな。なんやそれ。なんやそれ。わからん殺しというか、もうわからん。いやなんやねん。なんすかそれ。走って回り込むように逃げれば意外と当たらんか。もう手落ちてきてるよ。当たるかそれ。いやー、もう何発落ちてくんねん。なんでこの時に限って3発目あんねん。なんであったりなかったりの攻撃のあるパターンで俺が技すんねん。違うな、突っ込む感じか。いやー、それジャストになってへんの。いやー、やばいな。いや、もう衝撃波だらけで何が何だかわからないです。いやいや、なんだそれ。ちょっとは？当たるような距離か。いや、いけるやろ。いかれへんのかーい。おっす。で、いや、ないよな。お、よし。いや、まだまだ油断はできん。勝者を決めるのは赤い妖精ソフィアってわけか。全く君が羨ましいよ。私のソフィアが時間を巻き戻してまで救い続けている人形だから。
責任感からか、私への当てつけか、もしくは本当に君を思ってのことなのか。やったか。多分ソフィアの行動を予測するのはとっくに諦めたよ。だが君の考えをぜひ聞きたい。ソフィア、彼女をどうしたんだ。生かしたよ。解放した。安らかに眠…え、解放した。嘘がバレたようだな、ゼペットの人形よ。え、私は相手の記憶を読むことができる。下手な嘘は通用しないぞ。さあ本当のことを。これも無限に続く感じ。え、あれは解放じゃない。人の心が読めることは不幸だ。ソフィアのためでなければ耐えられなかっただろう。いや別に嘘つこうと思って言うたんじゃないんやけどな。彼女の純粋な心は私の痛みを癒してくれた。だから彼女を手に入れたかった。好きやったん。だがそれも叶わなかった。そうしてこの力を使って拘束した。たとえこの手で触れられなくなっても。いや歪んだ愛やろ。私は消えてもいい。だがあのものだけは。うん、また俺、やっぱりゼペットか。ゼペットに気をつけるのだに。うわ、やっぱりお前か。嘘つき認定。やっぱりゼペットが黒いっちゃん悪いんか。